チャップリンがスタントなしで挑んだ綱渡りのシーン。サーカスは1928年に公開されたアメリカ映画。チャールズ・チャップリンが監督、脚本、演出、音楽、主演を務めた。1929年のアカデミー賞名誉賞を受賞した。チャップリンがユナイテッドアーティスツで制作した3作目の映画である。公開当時はサイレント映画であったが、 1970年に新規に録音した BGM をつけて再公開された。撮影前に映画のセットであるテントが暴風で破壊されたり、4週間もの間取りためたフィルムが現像のミスで使用不能になるなど、本作品の撮影は困難を極めた。私生活でも二人目の妻であるリタグレートの離婚騒動があったりと、 チャップリンが講と共に棚んであった時期に制作された作品である。そのためか、後年のチャップリン時点でも、チャップリン本人はこの映画について一言も言及していない。この作品でチャップリンは、アカデミー賞監督賞、主演団優賞にノミネートされたが、名誉賞の受賞に伴ってノミネートを取り消された。ノミネート取り消しに関しては、 ハリウッドで反感を買っていたからという説もある。警察に追われて見せ物小屋に逃げ込んだチャーリー。ミラーハウスで出口がわからず、うおうさおう巡業サーカスを見ていた放浪者は、泥棒として警察に追われ巡業中のサーカスのテント小屋に逃げ込んだことがきっかけで、大道具係としてサーカスに入団。愉快なキャラクターでたちまち売れっ子になる。彼は団長の娘に恋をするが、 彼女は新しく入団した綱渡り師に夢中。彼女を振り向かせようと、放浪者は密かに綱渡りの練習をするのだった。そんな中、綱渡りの演目を前にして、綱渡り師がいなくなり、放浪者が代役に抜擢される。命綱が外れたりなどのハプニングの中、放浪者は見事に綱渡りを演じきる。が、娘はそれどころではなく、 父親である団長の虐待に耐えかねて、サーカスを抜け出す。放浪者は迷った末に、恋がたきであった綱渡り氏に、彼女を託す。綱渡り氏は、団長から彼女をかばい、彼女はサーカスへの復帰を許される。サーカスの馬車が次の工業へと旅つ中、放浪者はその地に留まり、去っていくサーカス一座を見送る。すべてがさりかんさんとした跡地に座り込み者思いに、 沈んでいた放浪者は、やがて思いを振り切るかのようにその場を立ち去っていった。東京朝日新聞昭和3年3月28日夕刊の広告日本ヘラルド映画からリリースされた DVD では、ギフさんという字幕がついているが、元のセリフは単にファーザーである。ありがとうございます。